前半3分に迎えた広島の PK のチャンス。キッカーは牧野智章。ゆっくりと助走の距離を取り、キーパーに背中を向けるおなじみのルーティーンを見せます。呼吸を整え、気持ちを落ち着かせる牧野。しかし、突然走り込んできた佐藤久人がシュートを放ち、ゴールネットを揺らします。問題が発覚したのは試合後。サッカー競技規則には、ペナルティーキックを行う競技者は特定されなければならないと明記されており、広島が行った PK は認められるべきものではなかったのです。主審を務めた岡部拓人は、2試合の割り当て停止となりました。